大丈夫です。大丈夫です。あ、あと。あ、はい。今早いから。すいませんね。もう途中のね。ね、タバコ吸わない。ね、あのラジオの時はね、タバコ吸わないようにはしてるんですけど、ね。はい、すいません。ありがとうございます。こちら半分がタバコの煙と半分が消耗液。おお。何かな、俺それあれかな、アラジン出てくるランプのせいかな。なんだっけ、ジーニか、ジーニかなんかかな。俺から突っ込んでるかな。ぶっ込み、うん、ぶっ込みが甘い。もっともっとなの。しかもさ、そのさ、ぶっ込みがさ、ツッコミどうしようって迷ったもんから、ね、まだどの路線でツッコもうかなっていうのが何個も出ちゃった。ああ、どの辺で行くのか、どの辺で迷っちゃったのね。もう疲れてるよ。ね、やばいね。ね、でも今日ね、思った、人間はやっぱり、ね、疲れるとトゲトゲしてくるんだなっていう。もう今日のホテル行くまでの俺らのこのトゲトゲ感マックスが、ね、ちょっとってかなってたのがね、ああもう疲れが出てるなと。うちらが何どうのこうのじゃなくて、いや違うんですみたいな。そうそうそう、いや違うんです、重たい荷物をね持ってね、普段歩かないぐらい歩き回ってね、うん、で今日初めてここに来るときに、うん、一駅分ぐらいだったし、時間的になんかこうね、歩いて電車乗って移動して、うん、歩いて探してだったら、うん、時間かかるし、ちょっとラジオもしかしたらちょっと危ないかもしれない時間的にって思って、タクシーをね、ちょっと贅沢に使ったんですね。そうですね、そんなのね、一駅分ぐらいだから全然そんなにかかってないけど、あの時の落差加減やばいのあれ、本当にタクシーって素晴らしいですね。そう、本当にね。タクシーに乗って第一声、タクシーって涼しいねって言ったの俺。涼しく、あとはもう自動でやってくれるっていう、このね、素晴らしい。すぐ乗り換えとかだっけとかね、スマホの乗り換え案内のアプリとかを見ながらね、いつもね、この2日間大変でしたね。東京で行くんだから、北海道感覚で、北海道って結構5番の目なんですね、わかりやすく、もう何の何って、何条何丁目とか言ったら、あの辺だなとか分かるように作りになってるし、でも東京とか、ね、そうじゃなくて、ここの角曲がったら、ね、結局こう回り込むから行けるべっていうところが行けなかったりとか、全然違うところで行っちゃったりとかするので、真後ろ回ったかな、初日ね。初日の話をすることですよ、まあ、あれは、カメラに映らないんで、正直あの時はカメラ回してないんで、ちょっと話してはいるかもしれないですけども、先バレでちょっと話しますが、僕らはその浅草寺に行くのに、地下鉄を降りまして、どっちに行ったのにとかの話をして、こっちじゃないって、ちょっと歩いたら、あ、待って、タマ様がこう、ね、Google 先生で調べてくれて、Google マップでナビを使って歩いたんですよ。あのね、いくら歩いてもね、正面見えないんですよ。いやー、あれは怖かった。でね、怖かった。いくら見てもね、横なの。で、あ、やっと90度曲がったなと思ったら、裏なの。ええと思って。ないしょ、これはないしょと思って。これはまあ、じゃあきっと裏に来たんだなと思って、まーい、きっと裏に来たんだと思って、ここ回ればいいんだよって、曲がったわけですよ、そうすると、花屋敷が出てきて、おっと、ちょっと雷門じゃないと思って、これが いわゆる花屋敷なんだなっていうのは分かったんですけど、裏に本当に回ってきちゃって、白ごま豆腐ですよ。白、最初出てきた時にお茶漬け感想してすごくしゃべる。いやでもね、ほんとね、
古いなんかこれね違うあのねあの後に行ったから分かると思うんだけど、うん、浅草寺は絶対正面から入ってほしい。いやもう、うん、いや正面の方が、うん、そう絶対あのあこれテレビに見ようとあるっていうアングルから、うん、パンって入ってほしかった。だから、うん、なんか調べて、調べてあれしたんだけどなんか回り込んだつもりなんだのに全然違う方のだったら回り込まない方が正面だったっていう。そうなんでだとなんでだと無駄に無駄にね10分ちょっと歩きましたよ。あのね俺もなんかそういうの方向音痴あれなんだけど、うん、あのなんつうのあの東京って同じ駅でも、うん、JR とかメトロとかで、うんねうんうん、全然違う位置にあったりするんですよ。すごい量ありますね、東京って。そう広いし。だからもう、まあ、北海道感覚でいうと、まあ、1番出口と10番出口ぐらいの、うんね、全然あの逆方向にある出口から出るぐらいの距離感があったりとか。今日もね、結構それでね、長かったからね。そう1回外に出てからなんかまた中に入るとか、そういうのもあるし、なんかまだわかんない。昨日のそう昨日のそれこそ上野ですよ、うん、こっちどっちみたいな2回ぐらい曲がるの間違ってますよね。何なんだこの作りはそうそうそう、うん、おもちゃあれですよ、うんうん、東京の人までって分かんない時もあるから、うん、ぐらいの複雑さがあるので、うんうんうん、まあそんなね、うん、あの高知の人が来たらあれはあれってねまあそれをね、はい、一応精度するために Google 先生を使ったら Google 先生が、うん、こっからだったら裏門行った方が人通り少ないよっつって裏門行っちゃったもんね。うん、だからそのまあだから一駅降りて乗り換えあるときは、うん、もうその駅でまたもう一回検索して間違いないとか、うん、しながら一番下を叩きながら、ね、そう、ずっとね、うん、本当にだから、もうね、泣きながら、うんブランコも張った時はマジでね、ちょっと軽く笑ったねバッつってそうなんですよね。あ、でもこれ裏じゃないですか。失礼します。はい、はい、これはっつって、何を頼んだのこれ。トンポーロー。トンポーロー、トンポーローみたいな柔らか豚角おいや、うん、これはいるでしょ。素敵、うん、それとご飯ね白飯白飯ってなかったね。焼いてるやつね。そうね、うんうん、焼きおにぎりを2つ頼んだからね、これね。焼きおにぎりもいいと思う。うん、いやいやいや、全然ありだと思う。全然ありだと思うんですよ。だから遠く食べてるし、すごく。ここでね、うまいの、これ。また。素敵、素敵にこう入ってくる感じ。確かに。そう、で、まあ、今日の超会議の内容は別として、今日ね、ニコ超会議が終わりまして、会議がめちゃめちゃ、やっぱりね、最後まで行っちゃったから、すごい混んだんですよ。なんで、途中で居酒屋さんに寄ったんですけど、2、3品頼んだよね。まず、お通しがね、魚が、あれ、なんかね、生臭いの。あ、なんかね、アメズロみたいな最初お通しです。うん、肝は新鮮なものを使わないと絶対臭いよね。お通しにするものじゃないと思うんだよ。いろいろね、大変だと思うんですけど本当に嫌だった。あのね、一口目食べてからね、本当にね、イラッとしたんだよねずっと美味しくないって言ってたんですよ。だから、お腹減ってたんですよ。調子です、ね、すぐ。やかんないな。本当にあの、スニッカーズのシーン、自分から言っちゃったよ。スニッカーズのシーンみたいになっちゃう。本当にお腹減ると。僕はね、少しくらい嫌なことされても。何そこで、何そこで、なんか自分のあれ、あげてるんですか。いやいや、違う違う違う。クーちゃんすぐも。あんっていう。あんって消える。失礼いたします。ありがとうございます。あ、なりますよそれ、うん、だって食べたお通しですって言われたものが美味しくないんだもん。いや、そうだね。なんとなく1個、うん、それでもらお腹減ってたのさ、今度。うん。ガツンと食べてない。そうそう、ここ最近ね、ずっとね、なんかね、ね、ピュアルミンって言うのかな、これ。
の、なんか、都庁会議って、うん、飯が食えると思ってない、まあ、見てもらって分かったと思うけど、めっちゃ長蛇の列で並んで、うん、あ、なんかもうちょっと後にしようかなと思ったら、もう、売り切れましたみたいな、うん、はい、まあ、そこまで強いですね。まあ、まあ、でも、うん、今日はね、カレー食べれたし、そう、今日はカレーと散らかし弁当は余ってたから、余ってたっていうか、まあ、散らかし弁当ね、うん、なかなかよかった。うんうんうん。っていうのは、あれは弁当なの。まあ、散らかし弁当って、なんかいろいろなんだけど、真ん中にご飯と梅干しがあって、まずさ、ご飯だってさ、こんなんじゃん。まあ、言うたらこう、今日の焼きおにぎりで言うとこのぐらいかな。そうそうそう、上ね、しかも上ね、これ下じゃなくて上ねってぐらい、ご飯が少ないけど、なんか、そうそうさ、しかもさ、卵焼きがさ、うん、無駄に4枚入ったじゃないあれを作った考案ですね。申し訳ないけども、あれはご飯じゃない、うん、あれは、うん、いわゆる口汚しというのですか、うん、もうあそこまで行っちゃうと、うん、なるほど。考えた人はいい、一生懸命考えたと思うんですよ、うん、本当にこの予算でこれぐらいで売ったらこうやって儲けてるからまた提案しようってすごい考えたと思うんですよ。ちょっとニコ生っぽい感じでっていうね、うん、入れて、確かにニコ生っぽいわ弁当にガム入ってるのなんかでも完璧な、しかもねガムの量が半端じゃない、むしてたもん。あんなガム食べれないもん。あれ知ってます？キシリトールのガムとか、まあまあね、買ったら分かると思うんですけど、あの、食べ過ぎると腹壊しますから。僕に入ったら食べてないですよね。そうだ。まあまあ。幸せ悪いと思って。まあ、口がちょっとさっぱりしたぐらいで、うん、ガム半分一気に食べましたよ。これ出たけど、うん、結局なんかねそうやってピッて運んでる時点で、うん、なんかトンって振動があって、うん、バーンってなってそういうふうにガムがバーンってなってお皿に泣いちゃったもうガムいらないって食べながら、うん、正解。なんか手作りものだったら悪いなと食べるかもしれない、うん、あれご飯と梅干しと卵焼き、エビチリ、うん、なんだっけケーキ、うんうん、あと鮭の鮭のまあ、なんかルイベじゃないけど、いや、物あれでましたか、鮭マリネみたいな、うん、鮭じゃない、サーモン、サーモン、サーモン同じだね、今言うてて気づいた、同じだ、うん、あれの何でご飯を食えるだから卵と先生まれてそのエビチリを、まあ、融合しながら食べてました、食べ合わせこの食べ合わせ、あれをね、作った人は偏食なんだろうね、散らかしっていうぐらいの散らかし弁当とっちらかっちゃって、ほんとに収集つかんちゃった今日いろんなフードコートがあってめっちゃみんな並んでたんだけど、うん、散らかし弁当だけなんかそんな並んでないからあ、ちょ、ここの買おうとりあえずそう、早かった、何も食わないよ、ここいいしょって買って、うん、で、カレーを意外と吸ってたの、カレーは最後ね、うちら最後の方に食べたんで、うん、そうそうそう、だから逆に味が出ててよかったね、うん、うん、美味しかった。今日入った素材のなんたらかんたらみたいな最後発表があって、うん、全部聞いてないけど、うん、人参だけで800何本とかまあまあ作りながらずっとやってるから、うん、それだけの量になるんだなっていうのが、人参でもうちら食べたカレーに入ってました、溶けてんねずっと寝てるわけ、うんうんうん、具というものを感じずに食べたけど、でもまあ、美味しかったカレーは、あれね、謎肉入ってるって、うん、うん、
最近なんか日清さんの謎の肉推しとかうん、うん、周りの正体を知ってるので、うん、あれなんですけど、うん、まあ肉、うん、大丈夫ハイブリッドミートそう、うん、融合、うん、そうで、今日の朝だったら、うん、超過激に来まして、うん、まあいろんな申請をして、うん同意書の時、いざ行かん、着替えなきゃみたいな話になりまして、たまたまも着替えてもらえ、会場、何分ぐらい？でも20分前ぐらいか。今、会場に僕らも入れまして、関係者いる人から入らせてもらって、これなんか。これ大丈夫なのかなみたいに言ってたのどうしよう大丈夫ね、みたいな、まあ、みたいな、ありますねまあ、その前から僕、タモさん待ってる間にあの他の生虫さんがもう中に入ってるっていう、うん、でリハーサルをしてるっていうのを見たので、入れるんだなっていう頭があったんですけど、どっから入るのこれみたいなそうです全然違うとこから入ろうとして、なんだ企業ブースから入ろうとしましたよね、僕らこちらじゃなくて、あの、こっちの奥に行って左手にある方をずっと進んでいただければ関係者入り口なんで、あ、すいませんって言って、うん、だって、ビアって開いたっけ、スーツの人って言いました、うん、目の前にはさ、NTT って、あ、入った瞬間に、あ、これ違うなと思ったけどもう聞かざるを得ないから聞いて、うん、なんかまあ、運営さんもね、インカムでやりとりしてるけど、うんやっぱりね、把握できているねかどうかっていうのはなかなか、ね、難しい。突っ込んだ質問されたらみんななんか、あ、今ちょっと待ってくださいみたいな。担当者の方が、こっから出てきてね。で、分かった。まあ、俺らもなんかこういう撮影してるんですかとか、なんかね、数えた人に、パッとはね、やっぱ答えられないんで、全部の概要をしてないとやっぱりね。まあまあ。でね、もう。全然、ね、そこは止まっちゃったかな。止まってるかもしれない。まあ、こちらの方で、そしてあと残りが13分なんですけど、どうしようかな、もう一つ取っちゃう、いや、もういいんじゃないですか、1年ああ、そういうこと分割しちゃう、しちゃいますか、分割します、一応なんかちょっともう一つだけし、こっち、あの1時間が足りちゃう、ということで、今ちょっとですね、まあ、地下に今いるので、現場の状況がちょっと、あれですよ、ね。放送切ってすぐだったから、放送枠取り。時間もまだあってね。すごい方向いてますけども。こう向いちゃって。おっかない俺の顔が、下からのライティングもね、俺の顔が黄色い横断かトゥル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 さあ、ということで、はいだからね、ほんとね、常にね、一人がいるの始まった瞬間に、放送した瞬間にあ、そうあ、違う、これ多分、別のやつだと思うんですよ、俺も、枠始めた時すぐ一人を来てる、すぐっていうか0秒で来てるから、もしかしたらそういうなんかあの運営かなあかなっていう、運営かもしくはクルーズとかそういう系のなんかシステム的なあれなのかなと思うんですけど、それでそう東京ね今日まあ幕張に着きまして、まあでもその幕張に着く前にね汗だくなんですわ。まずはね、まあ大事なデオドラントと、僕は朝シャワーを浴びてから脇の消臭剤というか抗菌剤を塗りまして、多分きっと今も効いてはいるのでそこはないかと思いますが、だってさ、4月後半とかに中川さんとかにこんなに汗かくのないでしょ、ない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 北海道でねえ
すげえ職場暑いみたいな話にならない限りはね。あと運動しますとか、ね、あったかい、ちょうど寝やすいなっていうぐらいの気温だから、まだ北海道は寒いしね、うん、寒い時は、ちょっと肌寒い、逆にちょっとストーブつけちゃおうかな、どうしようかなぐらいの、うん、ちょっとそのままじゃちょっと風邪ひくかもしれないなぐらいの懸念があるし、うん、東京さんは、まあ、場所にいるけど、そういう人様の家に行ったとしたら多分、うん、暑い無理んだよ、ダブテッドでいいみたいなぐらいの勢いだと思う、うん、まあ、ホテルがね、地味に寒かったっていうのがあるんで、今日のホテルもなかなかでしょ、あれ意外とね、ホテルが寒いんだよね、うん、冷房効いてるから、うん、それ様いらっしゃいね、すいませんね、途中で終わってくれてしまって、うん、あと10分ぐらいで、こちらの放送は、はい、そうですね、はい、どちらの放送はというか、どちらも今回に関してはおまけします？おまけ放送します？これがアフタートークみたいなのができない、どうしたんですか？今、息子を見たそうなのは、うん、まあ、そんなに中で YouTube 用のカメラもあんまり回してはいないですが、うん、まあある程度は回したかなと、うん、ただすごい重要なところ正直2つ僕らあったんですけど、どちらとも撮ってません、なんなら撮れないです、不可能です、あれ、いやもしかしてと思ったんだよね、あれね、えいないと思ってステージから見せてあれないってことはもしかしてみたいな感はあって、もしそれかもしくはもう運営を取ってからいいですよみたいな感じなのかなと思ったけど、そんなわけないじゃないですか、持ってきてて戻ってきてないってことは、うん、おかしいなそうね、コスプレの方のステージは、うん、様々なコスプレしたので、うん、抽選会、うん、コスプレね、はい、コスプレ発表の、はい、しよっちゃんね、それから歌ってみたの方は、うん、まあ、2人とも歌うので、うん、2枚、うん、1人1枚ですね、うん、持った上で抽選会に行きまして、なんだったらコスプレの方が先にね発表になってすぐ、うん、なんだったら一発目当たったんですよ、マジでびっくりして、もうこんなことあると思ってで、呼ばれたからすぐ、まあ、運営さんも早く来てって、うん、呼ばれて、カモさん行っちゃいましたよ、はい、でも、まあ、チケットね、うん、こっちも合格したらやばいって言って、うん、もう2枚を持って、うん、見に行ったわけですよ、みたいなね、受かっちゃったどうしようみたいなまあでも、こっちで受かって、それをじゃあパスってしたところで、正直言って利点がないな、そうっていう部分もあったので、だったら俺が歌おうって、うん、で、うん、で、うん、今行ったわけですよ、うん、いくら LINE してもね、連絡取れないの一方、その頃、こちらではね、なんかね、そう、こうやってくださいって説明したくて、ちょっと荷物をね、うん、こちらに置いてくださいって言われて、一瞬、携帯だけ持っとこうかなと思ったけど、うん、今日ちょっとなんかパツッとした、革を、うん、そのパンツの上に、工場のパンツの上に入ってて、うん、ポケット取りづらいし、うん、まあ、なんかちょっと形出しちゃったら嫌だなって、うん、で持ってなかったんです、うん、ちょっと、まあ、他にあった荷物と、うん、財布系入ったのリュック、うん、ちっちゃいリュックみたいなやつと、携帯をそこにボンって置いて、うん、まさかね、いや、うん、宝くじも買わなきゃ当たんないけど、うん、まさか当たると思って買ってないじゃない、うん、ね、受かったらラッキー、うん、まあ、受かればラッキーかなって、うん、まあまあまあ思いながら、でもなんかちょっと、あ、抽選もうね10分ぐらい違いぐらいでは始まるから、うん、見に来ておいてって、うん、言って一発目だってそうですね、まあ非常にねミラクルが起きたと、これはね時間帯ずれたらね持ち戻れたんでしょうけど、でもなんか、
僕たちいろいろ考えた結果、これでよかったんじゃないかなって思う部分が多いから、これでよかったんじゃないかなっていう。だって俺が歌い終わってステージから降りてきました、うん、携帯見ます、ダム様から連絡ないですって思った瞬間に連絡来て、うん、結構だから長かった打ち合わせがすごいコスプレの長かったってそれだからコスプレの人たちは当たったら呼ばれて、うん、私は順番があるんだけど、うん、書き込み、なんかあのね、それ困ってコス名のコスプレイヤー名みたいな、うんうん、と何のコスプレをしますか、うん、ので何のキャラですかっていう、うん、この3つを書く書いて、うん、で、壇上にいる2名のコスプレイヤーの方が2名いるんですよ、うん、エントリーナンバー1番なんとかかんとかさんです、うん、なんとかかんとかのなんとかですみたいな、うん、っていう紹介がね、で俺らはあのバミッテルっていうのを呼んで、うん、ステージ上にこう、あの、まあ、トップ型になってる真ん中がこうね、ちょっとあれしてて、テープでね、そう、出て、うん、赤いテープがここにあるんで、っていうのは3カ所あって、うん、で、そこでポージングしてくださいと、うん、3回、うん、ポージングか、どういうのしようかな、みたいな、うん、なんてどういうのやったかな、みたいな感じだから、はい、僕に至ってはもう、3回目のこう最後にスパッていきたいと、カーッて来て、じゃあポージングして、うん、バーッてまっすぐ行って、ポージングして、下がって、工事にして、下がりにして、うん、で、それ全員、まあ、どっからどこまでみたいな人数がやったら、うん、まあ、全員、なんか、一番最後から、なんかこう、逆順でか、うん、で、一番最後に出てる人から、逆順でか、うん、そういう打ち合わせやったりとかしたら、めちゃめちゃ時間かかって、うん、いや、ブーちゃん戻ってきて、これ撮ってくれてるかな、みたいな、思って、ステージ上がって、こう、インタビュー受けながら見てたけど、どこにもいねえな、みたいな。え、どこにもいないけど、みたいな。そう、なんか、抽選終わったら、すぐ戻ってきてって、俺も言ってて、ないんで。じゃあ戻りますよーって言って。で、まあ、俺言わなくても分かってたと思うけど、それが取れなくなることを思ってたから、うん、取ってくれてたと思うけど、あれいねえし、いねえし、みたいな。すごい、手を出たじゃん、もう。いねえな、それはいないですよ、その一方その頃僕はですよ、そうで、終わって、悩みて受かった受かったってなんだみたいなえ、受かったみたいなツイッター見ても、なんかこうやばい、当たったみたいな書いてたし何これみたいな、どうしよう、どうしようってなっちゃって、しかも抽選券、俺のなんでしょそれ言っちゃいます？すごい。いや、まあ、2人で1人っていう感じみたいな感じなんであれですけど、あの、若い方の番号から当たったので、多分一番最初に入ったのはタマ様で、もともと、あの、僕は嫌って最初言ってたんだけど、一応っつって、僕が2人で持ってた方が、ね、こう当たる確率が出るし、うん、で、なったっけ、タマ様の方にチケット当たって、いねえよと思って。まあでも、ね、二人で一人って感じで行けば、もう俺出なきゃダメだこれと思って。まあまあ、そうですよね。結果、うん、まあね、急にああいうのって振られて、ステージ立ってくださいって、今まで目の前ですげえでかい人ね。歌い手さんとかも出てたから、歌ってました。あのステージに俺立つの？いいんですかみたいな、ね。そう。で、あの今回のシステムとして、なんかいつなんか差し入れっていう、なんかね、システムがあって、なんかコーラスとか、うん、なんか盛り上げたいとか、うん、なんかトルネードとか、うん、はい、失礼します。はい、飲み物ならそうだな。生は二つ。はい。以上でよろしいですか。はい、です。まあでもなんか、いや、2人で行って、両方がこういうの抽選で出るって、どんだけの確率かって考えたら、すごい、しかも歌ってみたは、多分200分の1ぐらいの確率ですよ、まして。2000人いて、1回10人ぐらいですよ。まあ、回数で言うと、だから4回あって、10、10、10、8だったから、うん、まあ38、まあ40としても、50分の1ぐらい、うん、すごいですね。で、抽
収宣言僕だったから、うん、今年も使い切ったかな。いや、2個とも当たっちゃってるみたいな。ね、昨日さっきの話じゃないですけど、おみくじで結構いいこと書いてありましたからね。ね、やっぱ願い事叶うって書いてあったんですよ。叶っちゃったもん。叶っちゃったけど、出れないんだもん。これでも、あの、余裕があればですよ。あの、神社仏閣さんのお偉いさんのね、考えて言うとですよ。失礼いたします。ビールでございます。なんかね、あの、大切、あの、ごちゃんにはね、こう、なんかね、できて俺が付き合ったって言ってる女の子ができて、なんか俺とは何年も付き合ってくれなかったのに、うん、その子がブーちゃんに会った瞬間に、うん、私、ブーちゃん好きですって言われたのと同じぐらいの気持ちなんだ、うん、言われて、言われましたよ。しかも、言われたところがなかなかで、うん、僕がさっき言ったところだったんで、知らんし、つって。手ぶかけでーす。はい、手ぶかけですね、ご用意できましたけど。はい。そんなもん知らんし、つって。その思いだけで。毎年ね。4回の抽選を見に行って、あ、今年も頼んだな、うん、何やろ、え、みたいなところだけが残ったんですけど、でもまあ、どちらかというとですね、まあ、かというと売名行為なんで、僕の目的に近い、うん、みんな、ただそこで訴えてえなって気持ちもあったんですけど、一番最初の売名のシーンは僕ら出れてないですけどね。そうですよ。いや、握手はしたから。まあまあまあ、そうですね。うちも嫌だったけど、うん。うん、だって仕事で会うんだもん、ああいう人たち。あのね、ダメさ、仕事以外でスイッチ切ってるからさ、見慣れちゃってるんだねきっとね。ダメね。というわけで11時も回りましたんでね。そうですね。そんな話で締めていい。ダメです、ダメです、絶対ダメですよ。でもただ私は当たり良かったということで、うん、いやでも、ものすごく当たり、まずさっきの話で言うと、神社の格差の話で言うと、校長の時ほどこう、スカッとしちゃえばいけないから、うん、しい収穫のためなので、うん、ダメなので、今日はこれですごい満足、ね、そうですね、うん、この文字で終わったの、うん、うん、面白かったです、本当に、うん、まあ、これって良かったかなって、いやー、来たいなってね、いや、ありましたね、一人じゃないって素敵なことで、うん、感じで、そうですね。あと下の一つの目的が、はい、目的、これはでもこれもシェアな目的なんで、うん、自分だけじゃなくて、ね、うん、なんかちょっと元気になってもらった人のためのイベントでもあるので、うん、それを行きたいと思います。うん、まあ明日はちょっとカメラを、ね、回して、ニコ生の方はちょっとやらないんですけども、うん、YouTube の方で、動画は続けて、うん、この3日間追って。うん、動画を撮っていくので、うん、もしよければそちらの方もね、後日上がると思う、上がりますので、はいはい、見ていただければ嬉しいなというところで、今日は、今日のラジオ、なんと外配信一発目、うん、初めましての、うん、しかもラジオなのに画像が出てるという、うん、いつもニコ生だとね、画像はないんですけども、うん、そちらの方も公開生放送みたいな感じでやらせていただいて、今日のこのお店さん、なんだっけ、ロジさん、はい、ロジさんですね、はい、を、本当にしまして、やらせていただきました、はい、はい、それでは、ありがとうございました。ごちそうさまでした。皆さん、また、せーの、下け